アルフォンソ・ディボール・ボイ・コール・デ・シチリエは、両シチリア王国の王族、カゼルタ・ハク。カラブリア公の位を、イボ・アニの両シチリア王フランチェスコ2世から授けられた。また、その位は、長男フェルディナンド・ピオに引き継がれた。アルフォンソ両シチリア王フェルディナンド2世と、王妃、マリア・テレーザ・ダウストリアの三男として生まれる。アルフォンソは、出生時より両シチリア王位継承順代4位に、あった。 上位には、イボアニのカラブリアコフランチェスコ、ドーボアニのトラーニ伯ルイジ、カストロジョバンニ伯アルベルトがいた。1844年7月12日にアルベルトが死去した。それは15歳の誕生日の2ヶ月前のことであり、もちろん子はなかった。これにより、アルフォンソは、継承順第3位となった。1859年5月22日、 父フェルディナンド2世が死去した。イボアニのフランチェスコが即位したが、王妃マリーアソフィアディバビエラとの間にまだ子はなかった。そのため時系のレイジが推定相続人となり、アルフォンソは継承順第2位となった。しかし1861年、両シチリア王国は、イタリア統一運動を進めるジュゼッペ・ガリバルディ式下の先人隊によって征服された。放築された王家は、 フランチェスコ2世を課長として存続した。1886年6月8日、ルイジが死去した。両シチリア王家の継承制度は、完全に、男系優位のサリカ法をとっていたため、一人娘マリア・テレーザ王女には継承権がなかった。アルフォンソは、同じく娘しかいない、フランチェスコ2世の推定相続人となった。1894年12月27日、 フランチェスコ2世が死去した。こうしてアルフォンソは、ボルボーンレシチリア家の新しい課長となった。1868年6月8日、同族の10枚マリーア・アントニエッタと結婚した。二人は八男四女を設けた。ありがとうございます。